ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎美孝です。モチベーションアップもしてもらえばいいかなと思うんですが、どうでしょうか。今日は2024年2月の5日月曜日です。昨日行われました第49期棋王戦5番勝負第1局、藤井聡太棋王対、これが伊藤匠七段ですとかの勝負でありましたね。まあこれは1日で終わりますのでね、その日に9時から始まって夕方、夜には勝負がつくわけです。そして、5番勝負の第1局でしたので振り駒でありました。ちょっと振り駒緊張しますね。この先手ここでえらい将棋の勝敗が勝率が違ってくるんですよね。振り駒の結果、なんと藤井聡太棋王が先手となりました。いやー今日はいいぞと。いやー、そしてこれが場所が富山県魚津市新華文化ホールところでありましたね。なんとここは文化ホールのこう大きなホールに1000人ぐらい入るホールで大盤解説がありましたかね。なんと満杯ですね。いやー将棋の人気というか、まあ藤井聡太棋王の人気といいますかね、まあ今回は同学年、対局ということでね、まあ、若手の、トップ同士が戦うということで、まあ注目もすごいですね。今回は、伊藤匠七段もこれ研究に研究を重ねていますのでね、これは面白くなると思うんですが、まあ対戦が始まりました。なんとこれがですね、この新聞にも書いてあるんですが、昨日私も見てましたら、そうですね、開幕局は開始から1時間半ほどで終盤戦を迎える異例のハイペースで進んだと書いてありますが、まあ2人とも研究しますからね。とにかく角換わりでした。もう早いんですわ、組み方で。途中までは全く同型な形ですね。もうこれお決まりお決まりでなって、あとなったところでこう変わっていくわけですが、そこからは今度はちょっと時間がまだかかりますけれども、まあここでね、初めは序盤戦同じですけど中盤から変わって、最後終盤はがらり、まあ変わりますね。将棋終盤はまあ初めから予想していた手などはできませんので変わってくるんですが、まあ昨日の変わり方もまたこれもすごかったですね。なんと初めはね、先手の藤井聡太棋王に AI はですよ、60ぐらいまで行ったことあるんですが、だんだんまた追いついて55の45、そして、あとほとんど同じぐらいになっていくわけですが、なんとここで私も初めてこのタイトル戦見ましたけどね、これが引き分けと自将棋というまあ両方とも対局者とも王さんが向こうの陣地に入って、もう詰むことはないです、詰まされる状態じゃないんですが、そうすると駒の点数で、まあ、数えてね、大駒下と角が5点ですかとは言ってという、ね、まあお互いに24点あればお互いに自将棋が成立するというね、これは点数がなかったら負けるんですが、24点あれば、あの時はね、伊藤匠七段が自将棋にしますかって言ってしましょうとお互いに話をしてなって、自将棋が成立したんですね。まあ珍しい将棋でしたね。いやー、まあ1000人の文化ホールへ詰めかけた人もびっくりでしたでしょうね。いや最後まであれでも藤井聡太棋王が、詰めの成績があるのかなと思ってましたが、そこは伊藤匠七段も強いですね。時間はかかりましたけど相手の陣地に入って自将棋、自将棋となればやり直しかなと思ったら、これはやり直さない。次の第2局はもう次の金沢かどっかでやるんですね。ですからそれはもう昨日は引き分けということでね、5番勝たなきゃいけませんからね、5番勝負ですが、これは、2勝2敗になればもう1局第6局があるということですね。いやしかしすごいですね、こういうことがね。
まあ、想像もしてなかったし、自称技も解説の人の話を聞かないとよくわけのわからないでどうなってるのかなと思うぐらい、まあ、ドキドキもヒヤヒヤもしたんですが、でもお互いに若手の21歳同士ですが、いやー強いですね。いや、面白いですね。まあ、この今から将棋界を背負って立つ、まあ、藤井聡太棋王はもう背負って立ってるんですが、圧巻、取ってますが、でもこの後追ってかけるのが、同じ21歳の伊藤匠になるな。これが追っかけてますね。いやー、また強くなってますね。もう先手で、藤井聡太棋王が先手で角換わりですから、今回は藤井聡太棋王に勝ってほしいなと思ったんですが、いやー、でも、将棋はいよいよ面白くなってきますね。あまりのずっと勝ちすぎると、まあちょっとね、あまりの、もうタイトル戦前、伊藤匠七段は4連敗で、及ばなかったこともありましたけども、でも、今回はまた、気分も一新、研究も進んでいましてね、第1局は自将棋ということでね、この次の第2局がね、今度は伊藤匠七段が先手ですからね、これはね、かなり藤井聡太棋王ももう一度研究のやり直し、ということになると思いますがね、いやー、まあ、この将棋の人気も良かったですね。あれ、いちご大福などもね、お茶の時間に出ましたが、お互いに食べておりましたが、あれなどは食べたいですね。いちご大福、なんか1日に1000個売れるという、なんかこの藤井聡太棋王が食べたものはバッと完売になるんですね。でもなっても、なんかあれはいちご大福はちょっと食べたかったですね。中にクリームかなんか入ってましてね、写真が出ましたね。初め見たら、どんなんかなと思ったら、やっぱり割ったとこの写真も出ましてね、その割ったところにクリームが出てましてね、ああ、いちご大福、そんな、今は将棋は観る将ですから、いろんなところに興味がいきます。もちろん3時に出る、10時とか3時に出るおやつも興味、そして昼食もね、これも面白いですね。見ながら、ね、ああ、こんなの食べてやるんかなと思ってね。そして会場もですね、まあ以前とかって女性が、ファンがね、増えて多いんですね。将棋といったら男の方がトントンで、女性はチロッとという感じでしたが、今は女性も多い。それもやっぱ藤井聡太棋王のファンですね、もう。 いやー、将棋界もいよいよ盛り上がってね、今年は、将棋連盟の100周年でいろんなイベントがありますからね、そんなイベントをね、今から楽しみにどんどん見ていきたいなと思います。その中の中心で藤井聡太八冠が中心ですが、そこの藤井聡太さんめがけて、まあどうしても見るようになりますが、藤井聡太さんを見るのもよし、そしてみやちゃんのチャンネル登録のしてもらうも、動画も見るのも、みやちゃんの動画を見るのも、それもまたよし、ごきげんよう。